カバーパーツを穴の位置に合わせて差し込みます。カバーパーツを下げ腕を水平にします。この時タイヤ部分が下に来るようにしてください。肩部分を同時に閉じて腕をロックします。閉じる時内側にグッと押し込んでください。次に下半身パーツの左右を凹凸を合わせて組み合わせます。上半身パーツに下半身パーツの凹凸を合わせてかぶせます。再度全体を押し込みアーマートミカの変形は完了です。続いて特装合体です。まずはジョブロイドを変形させます。足を前に上げ頭を背中側へ動かします。両腕を回して上に上げます。上下を逆に持ち替えてジョブロイドの変形は完了です。次にアーマートミカです。上半身パーツから下半身パーツを外し左右に分割します。上半身パーツにジョブロイドを差し込みます。この時ジョブロイドの足の凸部を上半身パーツの底側の穴に合うように差し込みます。差し込んだ後軽くスライドをさせてジョブロイドを固定します。ジョブロイドをこのように持ちアーマートミカの前方を奥に押し込みます。左右に分割した下半身パーツの黄色のパーツを外側に展開し足も回転させるように取り出します。黄色いパーツを上にしてジョブロイドの腕に取り付けます。この時カチッと音が鳴るまでしっかりと差し込んでください。反対側も同様に行います。武器は2つの方法で持たせることができます。1つ目は手の穴に武器の凸部を差し込むように取り付けます。2つ目は手の甲にある溝に合わせて取り付けます。さらに左右の武器を合わせることでジョブロイドの後頭部にも取り付けが可能です。続いて合体した状態からアーマートミカに変形させます。まず上半身パーツを前にスライドさせ外します。下半身パーツをジョブロイドから引き抜き黄色のパーツと足を戻していきます。反対側も同様に行います。カバーパーツを下げ腕を水平にします。この時タイヤ部分が下に来るようにしてください。肩部分を同時に閉じて腕をロックします。閉じる時内側にグッと押し込んでください。次に下半身パーツの左右を凹凸を合わせて組み合わせます。上半身パーツに下半身パーツの凹凸を合わせてかぶせます。再度全体を押し込みアーマートミカの変形は完了です。